リア、シャフリヤール並んでゴールイン。どっちだ、コントレイル、これが本来の姿だ、ゴールイン。さらばコントレイル。エルコンドルパサーゴーリン。With your voice so soft in the ocean moon。 2番手接近するが4番の相談師だ、相談師ゴーリン。4番の相談師です、汚れなき純白の女王誕生。先頭はユーバーレーベンだ、ユーバーレーベンゴールイン。2番手内戸と離れて接戦、割れんばかりの拍手です、東京競馬場。スタートしました、揃いました17頭、拍手に送られて1コーナー目指しての先行争いです。現在1番のエフフォーリアは少しポジションが下がったか、中段のインコース先頭まで5馬身の内を通っています。エフフォーリア、シャフリヤール、エフフォーリア、シャフリヤール並んでゴールイン。1番エフフォーリアか、中番シャフリヤールか。大外17番ヨカヨカ追い込んでくる、さらには6番ファーストフォース、その後ろに9番シゲルピンクルビー、14番レッドアンシェルですが、相当から17番ヨカヨカだ、捉え切るぞ、17番ヨカヨカ差し切ってゴールイン。前は9番アリストテレス、奇跡の抵抗、アリストテレス奇跡の抵抗、追ってくるのは8番マカヒキ、9番のアリストテレスか、マカヒキか、アリストテレスかマカヒキか、並んでゴールイン。How you could not hide what we both didn't say. Our eyes were both asking, did you feel it too? How the ocean was moving in its mind. を切りました、やはり3頭の争いか、グランアレグリアかわして5番のエフフォーリア、エフフォーリア先頭に躍り出た、リードを1馬身取っている、1番コントレイル追っているがなかなか差が詰まってこないか、エフフォーリア堂々先頭ゴールイン。高々と右手がゴールの後上がりました、5番エフフォーリア、そのから12番グランアレグリアが抜ける、間からは7番インデジャンプ、そしてシュネルマイスターダーノンザキッド、シュネルマイスター2番手先頭グランアレグリアゴールイン。ガッツポーズクリストフルメール、ラストランを見事勝利で飾った12番グランアレグリアです。そしてじわりじわりと4番シャフリヤール、その2馬身背後に2番コントレイル、第4コーナーをカーブ直線コースに向けました。さあ先頭7番のオーソリティ、外からコントレイル、間からシャフリヤール、奇跡は完全に交代、200を切った、内からはシャドウディーバ、さあ前は2番コントレイル先頭に変わった、オーソリティ2番手、3番手4番シャフリヤール、先頭は2番のコントレイル、これが本来の姿だゴールイン。やりました、2番コントレイル、一筋の消えない思い出を残してサーフに別れを告げます。さらばコントレイル。次客の障害1ヶ月でジャンプ、さあ先頭はお重長さんだ、3番のお重長さん先頭2馬身、3馬身突き放す、これはセーフティーリード、2番手10番ブラゾンダブール、2番レオピオンド、3番手お重長さんだゴールイン。お重長さん復活のゴール。3番モズベッド、13番の赤い糸おしまいから4投目、今度はタイトルホルダーが先頭に変わった、これを追って5番のディープボンド、その外からエフフォーリア上がってきた、さらにはスラベローチェ、間からクロノジェネシス坂を上がる、10番エフフォーリア先頭打ち食い下がるディープボンド、そしてクロノジェネシススラベローチェ追っているが、エフフォーリアだ、エフフォーリア1馬身リードゴールイン。現役最強を証明、ここに証明、エフフォーリア横山武史です。